こんにちは。おさチャンネル、本日のお料理はこのね、バーミキュラの毎日のバーミキュラレシピっていう中でちょっとね、いろいろ見てみましたら、鶏肉ともち麦の洋風煮込みっていうね、なんかちょっとね、こじゃれたメニューがありましたので、今日はね、それを作ってみたいと思います。結構いろんなレシピ見るんですけども、ステンレス鍋風にアレンジしましたらね、本に書いてあるレシピの2つぐらい工程を省けますんで、そういうことができるようになってくるとね、もうあなたはステンレスマスターです。というわけでね、美味しくておしゃれで簡単ですので、早速今から作っていきましょう。エリンギは一口大に切っていきましょう。4分割したものをね、3分の1ぐらい、こんな感じです。玉ねぎは粗めのみじん切りにしておきましょう。鶏肉は大きめの一口大に切っておきます。そしてパセリをみじん切りと。さあ、それじゃあね、材料が切れました。じゃあ早速お料理していきましょう。今日使うお鍋はね、こちらのビタクラフトのウルトラシリーズでございます。これね、取っ手がこうやって抜けましてね、非常にコンパクトに収納できるところがいいところになってます。やっぱり最上級ラインだけあって、鍋底もね、めちゃくちゃしっかりしてます。あとね、ビタクラフトのいいところはこの取っ手なんですよね。外れるんですけど、ガタつきがね、もうほんとない。結構ね、ティファールとかクリステルとかサラダマスターとか触りましたけども、取っ手の安定感ね、ビタクラフトは最高です。じゃあまずこれ、お鍋中火で火をつけまして、そこにバターを 20g、 なんか今日の材料から言うとね、洋風サムゲタンみたいな感じかもしれません。じゃあこうやってバターが溶けましたら、ここにね、お肉を投入です。でこの段階でね、塩コショウしっかりしておきましょう。でお肉が入ったら残りのお野菜も、さあいい感じですね。そしたらこれね、もう一人の主役の登場です。もち麦、このプチプチ食感がね、美味しいんですよ。たっぷり 100g。 あとね、調味料どんどん入れていきますよ。白ワインが大さじ3で、今日これね、無水調理できるんですけども、もち麦がお水を吸わなくちゃいけませんので、お水が1カップ、そしてアクセントにね、ローリエを入れときましょう。でこのままね、もち麦が上にありますとちょっとね、吸い込み悪いので、一回少しかき混ぜて、こうやってもち麦をひたひたにしたら、あとは蓋をしまして、蒸気上がるまで待ちましょう。さあ、蒸気上がってきましたよ。ちょっと中見てみましょうか。うわー、めちゃくちゃいい匂いがしますよ。じゃあ、あとはこれね、中火のままでもいいんですけども、ステンレスが蓄熱しましたらね、中火でも火を弱くしても中の温度はね、100度保たれますんで、弱火でこっから15分です。さあ、それではお待たせいたしました。時間になりましたよ。お鍋オープン。うわリゾットみたいでしょ。1カップのお水をね、もち麦がいい感じに吸ってくれましてね、最終的に水なしの無水になります。わかりますか？お水なくなっても焦げないのがステンレスの多層鍋なんですよ。で最後これ、もう一回ね、軽く塩コショウでお味付けをして、お皿に盛ったらパセリをかけましょう。あ、お出てきました。今日もね、めちゃくちゃ美味しそうです。じゃあ早速いただきます。わ、鶏肉はね、柔らかいしね、もち麦はだしをしっかり吸ってプチプチですしね、何からどう褒めたらいいか分かんないんですけど、うまい。うわ、うまいなこれ。エリンギもうまみを吸うもんね。いやー、まいったな、これは美味しいですね。で今日の何がいいかって言いますと、もう材料切ったらね、放り込むだけじゃないですか。だからご飯炊き忘れたりとか、ちょっと炊くのに時間かかるなっていう時なんかは、もうもち麦をね、この中入れちゃって、それで一緒に炊き込んじゃいますんでね、ご飯とおかずがね、一つになってこうやって仕上がる、これがね、すごくいいと思います。いや、ちょっとね、コンソメとか入れないと味決まらないかなと思ってましたけど、塩コショウだけで全然いける。やっぱりね、よりシンプルにした方が素材の旨味がここで引き立ってきますんで、これはね、本当にいいメニューだと思います。バーミキュラは考えますね。というわけで、お肉やお野菜と穀物が一つのお鍋で一気にできる鶏肉ともち麦の洋風煮込み、ぜひ作ってみてください。それじゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。普段こちらからはお顔が見えないので、動画の下の方にあります、こういういいねボタンやちょっとしたコメントいただけるとすごく励みになります。
そしてこれからもこういった発信を続けていきますので、動画気に入ってくださったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル登録やコメントやいいねボタンっていうのは Google アカウントを使ってログインすると使えるようになります。 Google アカウントに関してはこちらの右下の三角ボタンを押していただくと概要欄が出てきますので、そちらに短くまとめてありますのでぜひご覧ください。またね、ここに出ている動画もおすすめですので、よかったら続きで見ていただけたらと思います。ちゃんと作って、ちゃんと食べて、心も体も元気にいきましょう。